皆さんこんにちは、水沢です。よくです。よろしくお願いします。はい、今日は限界に挑戦しよう。今回挑戦する限界は、物を食べずにいつまで暮らせるのかという挑戦をやっていきたいと思います、はい、挑戦するのは、僕です。そうですね、まあ、みんなはなんでデブロがやらんにやって思うかもしれないけど、やらんからね。やらんからね。絶対やらん。絶対やりたない。もう俺がやろうかと、まあ僕は言うて、試合前とか普通に3日ぐらいは 毎回断食するんですよ、で3日は余裕やと。でも3日以上やるとやっぱ体力も落ちるし、そのリカバリーが追っつかんので絶対やらんのですけど、でなんだか人間限界があるじゃないですか、水を飲めへんってなったらすぐ死ぬらしいけど、食い物は意外に耐えられるらしい、なんか1ヶ月ぐらいは耐えれるらしい。マジで。だからまあそこら辺をめどに。おお長期企画でやるつもりか。だから修行なわけじゃないから、俺が限界やと思ったら食うから。まあそうやな。まあだからそのやってる間、その朝晩の様子は映します、今こんな感じですね、今日一日こんな感じでしたっていうのはやっていって、3日は絶対続くから。まあやったことあるんやもんな。3日は絶対いけるからということで断食、はい、スタートです。どうぞ。はい、ということで、じゃあまずね、体重を測っておきましょう。現状の体重をね、まあ60はいってないと思うけどな。ちなみに僕は何もせずにほっとくと、大体何もトレーニングしないと大体60前後に収まってくる。体脂肪率15の60前後に収まってくるんで、まあそこら辺で多分まあ60、この時期的に60はいってないと思うんですけど、それぐらいの体重かなっていうふうには思ってます。じゃあまず体重測っておきましょう。体はね、やっぱちょっと肉がついてるというかいう感じですよね。よっしゃ、体重上がりますよ。よっしゃ、これ見にくいねんな。よいしょ。おっ、やっぱりだな。はい、 59.75。 はい、ということで、言った通り、まあ、60は言ってなかったけど60弱、 59.75 からスタートで、どんだけ減らせられるのかで、僕あえて断食しない間体重測りません。終わってから測って、もうこんなに減ってるって思いたいんで、毎日測ってたら減ってるの分かりますからね、予想つくんで。で、最終的にその体型がどう変わってったかっていうのも、その最後にポンポンと、比較画像を出したいと思いますから。まあそんなで言うて、まあ何日続くか分かんないですけど、断食って別に脂肪がいっぱい減るわけではないんで、まあそれは30日もやってるらいっぱい減るでしょうけど、そんなに見た目は変化せへんかなって気がするんですけどね。それで、できるだけ、断食の方をね、やっていきたいと思います。じゃあ、断食生活をスタート。はい、初日の朝です。まあ初日の朝なんで、いつもの朝です。まあまあまあ、これからこうどんどんスタートしていくわけですけど、まあ、これからどういう風に僕の見た目とテンションが変化していくのか楽しみにしていただければと。できれば飛ばさないでほしいな、頑張ってるんで変動とかテンションの違いとかね、見ていってもらえればな、面白いんじゃないかなと思いますから。じゃあ今日からスタートと。次はね、1日目の夜と、また、どんな感じかっていうのをお伝えできればなというふうに思います。はい、断食1日目終了ということで、断食には慣れてるんで、3日間ぐらいの断食はしょっちゅうやってるんで、まあ空腹も特に感じないし、今のところ全然辛さは全くないですね。まあ3日ぐらいまではこんな感じでいくんだと思いますよ。でその後、未知の領域になってくるんで、そこからどう変化していくかっていうのを追っていきたいと思います。じゃあ1日目はこれで終わりということで、また明日、お会いしましょう。2日目の朝、まあ昨日初日やったっていうことで、特に 寝られないということもなく、で朝なんて特にお腹減ってることもなく、2日目を迎えております。特に喋ることもないな。はい、ここまでで。じゃあまた、今日1日活動した後どうなったか夜お会いしましょう。はい、2日目の夜です。まあ特に1日目と変わりなくっていう感じですね。まあこの辺までは普段からやってるんで、特に思うこともない感じですかね。でこれで明日3日目終わって、そっから先は僕にとっても未知の領域なので、まあ、そっから体がどうなっていくのか、僕自身も興味を持って、続けていきたいというふうに思います。じゃあ2日目の報告は以上です。はい、3日目の夜です。急に夜なんですけど、ちょっと朝バタバタしてて動画撮る時間がなかったんで、朝ちょっと長かったんですけど、断食して3日目になります。で、まあ、3日が大体僕の断食の最長なんですけど、お腹減ってるとか特に全然感じなかったんですけど、ちょっとね今日体調に変化が出てきまして、ずっと
と日中眠かったんですよね、猛烈に。で猛烈に眠かったのと、ちょっと今午後ぐらいからかな、ずっと頭が痛いんですよね。でまあちょっと調べてみると、まあこれが好転反応で、その体の悪いところを治す過程で悪かったところに痛みとかそういうのが出るんやって、断食道場とかの人が言ってるらしいんです。まあ科学的根拠は全くないらしいんですけどね、が、出てるんやっていうことなんで、まあ僕は単純にね血糖値が単純に低くて低血糖で温めてんじゃんかなと思ってるんですけど、まあこんな感じで空腹はないですけど、体にちょっと異常というか変化が出てきた感じかなという感想ですね。まあまだ全然お腹の方はね何とも思ってないし、体もね特に動かないとかそういうのはないんで、このままちょっと続行して、未知の領域の4日目に明日から入っていく感じですね。まあそれ以外のなんか体の変化とか体重が減ってるなっていう感じ、まあ僕あえて体重乗ってない、体重計乗ってないんで分かんないんですけど、そういうのも今んとこ、自覚症状はないっていう感じです。ということで3日、僕のね最長の3日が終わって、明日から4日目、いつもどこまでいけるかまた試していきたいと思います。それではまたね、続きやっていきたいと思います。はい、4日目の朝です。まあ、昨日の夜言ってた頭痛みたいなもんは寝て起きたら収まってたんで、まあまだ大丈夫かな、続けられるかなと思います。まあお腹はほとんど変わらず、変わりなしということで、まあまた体調が悪くならん限りは続けられそうかなというふうに思います。じゃあ未知の4日目過ごしていきたいと思います。はい、4日目の夜です。昨日ちょっと頭痛がとかいろいろ言ってたんですけど、4日目は特にそれも収まりまして、特に何も感じへんなっていう、ご飯食べてんのとあんまり変わらない、体調としてはあんまり変わらない感じでした。まあ未知の4日目やったんですけど、まあ特に飯食わん、あんまり飯を食うタイプではないので、特に限界もあかんっていう感じでもないので、まだまだいけそうですね。まあそんな感じで続けられるまで、続けてみたいと思います。はい、5日目の朝です。まあ特に変わったこととかはないんですけど、お腹が減って寝れないとかっていうこともなく、なので特に変わりなしっていうことで、5日目またやっていきたいと思います。はい、6日目の朝です。今日はね仕事がないので何かあっても大丈夫でしょうということで、のんびり断食生活やっていきたいと思いますよ。体調の変化って言っていいか分かんないですけど、まあ若干寝起きが良くないなっていうのはあるんですけど、まあそれぐらいですかね。まあ休みなんで今日は一日動かずに過ごしていきたいと思います。じゃあまた夜に。はい、6日目の夜です。今日は一日休みで家にいたんですけども、なんやろうな、いやこれは断食のせいなのかどうかわかんないんですけど、なんかね寒い、なんかちょっとね寒かったですね。ちょっとやっぱり熱量が下がってきてんのかなっていう感じはしてます。まあ、お腹の方はその空腹感っていうのは全く、まあ血糖値の乱高下がないもんで空腹っていうのは正直感じないんですけど、まあまだ全然耐えれる範囲ではあるんで、明日もやっていきたいなと思ってます。じゃあ、本日の報告は以上です。はい、7日目の朝です。ついに1週間ですね。日曜日なんですけど、まさかの休日のお仕事ということで仕事に行かざるを得ないんですけど、はぁ、ちょっとやっぱり寝起きが悪くなってきたなっていうのがね如実に感じる。原因が休日やのに仕事やからなのか、断食をしているからなのかはわからないんですけど、まあ1週間がとりあえずの目標だったので、ここはなんとか乗り切りつつ、今日1日また断食していきたいと思います。はい、7日目、夜なんですが、いよいよちょっとね体力的なガタが来だしたというか、とにかくね頭が働かないんですよね。今日仕事やったんであれなんですけど、考えるのにいつもやったらこうすぐ考えられることにちょっとずつタイムラグが出てくる感じ、頭が働いてないなっていうのが如実に感じられてきましたね。まあこれで1週間なんとか、乗り切った形ではあるんですけど、明日はまだ続けますよ。明日はまだ挑戦して、ただいかんせんこの仕事がねあるんで、そこに影響が出てくるようであれば、本業はそっちなので、そっちに影響が来るようであれば、まあその段階でちょっと切り上げさせてもらおうかなというふうに思ってます。ということで1週間とりあえず耐えたということで、次また明日は続ける程度
っていきたいと思います。8日目になりました。いよいよ起きんのが辛くなってきたっていう感じですね。顔も分かりますこれ、朝鏡って思ってたんですけど、だんだん白くなってきてるんですよね。これも代謝が落ちてるってことなんですかね。まあ、だからこう体を動かす、指導するのに時間がかかる感じ、エネルギーがないというか、1週間超えて、まあ、ここからもうほんまに限界の勝負なんで、やれるとこまでやりたいなと思います。8日目の夜ですが、やっぱ思考力がねごっそりなくなる感じですね。朝は本当にきつい、頭回ってこないんで、まあもうちょいかな。感覚としてはちょっと力を入れてる感じがないんですよね。だんだんこう力を入れてるつもりに、まあ力出てるんかもしれないですけど、感覚として力を感じないんですよ僕自身が。だから頭が回らないのと、ふわふわ、なんていうんですかね、ある種夢の中で力を入れるシーンがあって、力入れてるつもりやのになんか全然力入ってないみたいな、現実がそんな感じになってきてる。まあ、いよいよエネルギーが枯渇してんのかなと、まあ、枯渇はもっと前にしてると思うんですけどね、如実に感じてきたなっていうところなんですかね、わかんないですけど、まあとりあえず行けるところまで行きたいと思います。はい、9日目の朝ですなんですけど、見てもらうとわかるかな、ちょっとむくんでるんですよね顔が。食べてないのに、あれからやっぱ水分だけで腹膨らませるとこうなるんですかね。とまあ顔だけ見るとちょっとパンパンなんですけど、まあこうなるもんなのか僕だけなのかちょっとわかんないですけど、これが9日目の朝の様子です。ということで9日目やっていきましょう。はい、9日目の夜です。いろいろとやったはずなんですが、特に覚えてない、といった具合の、脳の働きぶりです。でも明日ようやく2桁いくんでね、明日なんとか続けていきたいなと思います。ではまた明日。10日目の夜です。今日もういろいろ本当に途中で立ちくらみがすごいんですよ。とにかく立ったらしばらくこうぼーっとして座り込んで血圧を上げないと立ってられないみたいな、そんな感じに、なってきてます。多分やろうとは続けられるんですけど、仕事があるんで倒れるわけにいかんので、まあ、この体調を考えるとこの辺でストップかなと思います。なので、ここで終わり、限界ということで、じゃあちょっと体重をね、測りたいと思います。よっしょ、おー、はい、出ました、56キロ。ちょっと10日前なんで前の体重覚えてないですけど、大体多分4キロ弱減りました。はい、締めに行きます。はい、ということで、はい、断食やらせてもらいましたけど、うん、結果として10日、まあ本来断食って後で調べてみると、まあ普通そのサイトとかで上がってるやつ3日断食とかいうのが多いんやけど、基本7日から10日内で、うん、本気でやろうとするところが7日から10日内、うん、でまあまあまあ10日なんとか耐え切りましたが、うん、まあ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 思考力という意味ではね、うん、だいぶやばかったね。やっぱり頭は糖分がないといかんのよ、うん、でやっぱりその最初に溜め込んでるエネルギーによってもやっぱ変わってくるんじゃないかな、うん、君みたいなもんは多分5年ぐらい大丈夫やけど俺は君の10分の1ぐらいしかエネルギーを蓄えてないわけ、だから30日ぐらいはいけるんやって普通、が限界値らしい、ね、断食の、うん、ただそこはやっぱり溜め込んでるエネルギーの差があるから、うん、やっぱそこはその辺で差が出てきたのかなと個人的には思うんだけど、まあ結果4キロ弱かな減ったけど、これ勘違いしちゃいかんのは、うん、これ別に痩せたわけじゃないの、うん、で普通に考えて基礎代謝は大体1800ぐらいだからね、うん、基礎代謝というかその1日中寝てる時の俺の消費カロリーって1400なんだよ、うん、でそこから 1.3 掛けするぐらいが大体1日の消費エネルギーになるんだけど、それが1800ぐらいだもん、うん、だから10日間それをやり続けたところで
18,000kcal しか消費してない、うん、ってことは 2.5kg しか減らわけないせやな。それでも、うん、それで 4kg っていうのは食べないことによる塩分がなくなることによる水分の減少と体の中のグルコースがダメだろ、まあ、グルコースって炭水化物を変化してできるもんだけど、うんまあ、それが水分を貯めるのよ、うん、がなくなったことによる減少と一旦お腹に溜まってた運行が全部出たことによる減少があるもんで脂肪って全部減ったわけじゃない。だからすぐ戻るわけ、この2、3キロってだからみんな勘違いしちゃいかんのは断食で3キロ減りましたって言ってるのはあれ水分抜けてるだけやから、あすぐ戻るやつ。そうで間違ったところで断食するとすぐ何キロリバウンドしますするからとか言ってるのはそれリバウンドじゃないのよ、うん、だいたい3日とか10日ぐらいの断食でリバウンドするぐらいの飢餓状態にはならんから、うん、それは水分が戻って正常な水分量になっただけやから、そこはカロリーに基づいた体重減脂肪減っていうのを考えてやってほしい。だからダイエットしようと思って断食するっていうのは3日とかやったら全く意味ないわけよ。全然減らんわけ、体重って減って 500g ぐらいで、ほとんど水分で抜けてるからあんまりそういう極端なねことをやると10日目の俺みたいになるから注意していただいて、はい、だからもうほんまに痩せたくて断食するんやったら1ヶ月範囲でやるしかないんちゃう。そしたら単純に、うん、5、6キロは減るんじゃないかな。君やったら多分30日でいいとやったよ君30日俺断食とか2時間限界はい、ということで、今回断食を限界までやったら人はどうなるのかっていうのをやってみましたけども、もうちょっと言いたかったな、もうちょっといけるやろうと思った人はもうよかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本日はこれで失礼します。ありがとうございました。